どん。Hey guys, my name is Wasomo. Nice to meet you. 改めまして、推しはゴールドシップ、北サンブラック、ツインターボ、ダイトクヘリオス、ハルーララ、タマモクロス、石、アマゾン、ナイスネイチャー、マチカネ、フク、キタル、マチカネ、タンホイザ。Wasomo です。よろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、ウマ娘プリティダービーシーズン2第8話、ささやかな祈りです。前回の第7話がですね、ライスシャワーの回でした。その菊花賞で、日本のブルボンの3冠を阻止っていうか、なんていうかな、だから、なんて言えばいいんだろう。日本のブルボンに勝った。そう、だからそれ自体はいい。ただ、周りの反応としては、日本のブルボンが3冠を取るのが見たかったっていうのがあって、でそれでなんかどうしてもね、こうなんでライスが勝つんだよみたいな、なんでブルボンじゃねえんだよっていう風な声がいろいろ入ってきて、でそれを聞いちゃって、もう私は春の天皇賞に出れないってなってたんですけど、そこでまあね、あのスピカの面々とかがいろいろ頑張ってね、どうにか出るように説得はしたんですけど、まあなかなか聞いてもらえずっていうところで、美穂のブルボンから出なさいというふうに言われて、だけど、ライスの自分自身の気持ちとしては、ヒールだからっていうのがあって、傷つけちゃうから走りたくないっていうふうになって、だけですが、まあまたそこでブルボンから、あなたはヒールじゃない、ヒーローだよっていう言葉をもらって、認めてもらったら、じゃあ天皇賞に出ようかなっていう風になったんでね。今回はね、だからマックイーンとの戦いがあるんで、ね、非常に楽しみですということでね、今回の動画がいいなと思った方がは、高評価グッドボタンと、チャンネル登録をよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、フォローの方お待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは第8話、早速見ていきたいと思います。あーマジで、もう春の天皇賞だ。それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。桜咲いてから多分もう春っぽいな。もうここで一緒に走るん。ここだけ見ると多分まだマックイーンの方が早いでしょ。マックイーン異次元すぎ。こっからが怖えよな、マジで。どうなるか。どうなっかな、本当今回だから、春の天皇賞があるのか、まだその手前かみたいな状態というか、そういう回なんだろうな。まだないのかな、天皇賞。爆逃げをまたみたいな。ライス、オープニングライス、
ビワハヤヒデのところがライスに変わっとんや。裏ボスみてえな登場の仕方やって。本編開始。目が燃えとったぞ、おい。その翌日。まだ今のところ、マックイーンが。さらに翌日。目燃えてないやん。俺これわかんねえんだね。BNW。あ、第8位はささやかな祈り。よりによってこの写真だからな。そうか、そうだったね。あれか、一人でやるやつだ。ビワハヤヒデ。なんでわかるのだろう、ビワハヤヒデ。ああ、ビワハヤヒデじゃねえ。日本のブルボンだ。間違ってた。タイマン、タイマン、タイマン。絶対菱山兄さんや。これだ。が やっぱ菱山兄さんだもんね。超ストイックよね。すげえな。マスターと同じこと言いようんや。もうすでにこんな吐き潰してんだよな。すごすぎるわ。やべえ。覚醒しそう。なんか感じたやん、マックイーンも。オープニングのあれにつながるぞ、あれ。
らよ、ライスがどんだけ化けるかだろ。ターボちゃん、爆逃げ。パーマしか勝たん。いや、マックイン勝てるんじゃね。やばい、とうとう来たな、天皇賞春。いきなりどうしたニキたち。あー、えぐい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 、増えとる増えとる。ちゃんと休んでんの。なんかもう目つきが違うもんだって。やばい、オープニングのあれじゃん。天皇賞ね。リーゼントヤンキーと、やばいよ、もう美容室休んじゃったじゃん。出るか。うんうん、そうね、パーマや。3000メートルで逃げ切りができるんだったら可能性ありですよね。マチタンとイクタス。イクディス。イクノディクタスとマチカネタンホイザ。やべえ、やべえって、これやべえって、絶対やべえじゃん、絶対強えって。もう圧倒されとるやん。これライス行きそう。アイキャッチ、ミホのブルボン。うわー、マジこれどうなる。ふん、入らないの。何何何、どうした。
実際のこの春の天皇賞でもこんな感じだったの？さあパーマは爆逃げ。外からマックイン。あ、そうか。早いんか。そう、ん？後ろか。ライスか。岩早秀怖すぎん。そしたらこれあー運命的な何かってなんか前も聞いたけど、なんなん。なんでグラスとライスなん。そんな早いんか。化け物じゃん。早いな。やばい。上がってきた。やばい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 。早い早い早い。やばい。ライス。マジか。ライスか。やばい。覚醒した。覚醒した。1,2,3,4。どうなる？マックイーンが抜いた。いや、これ、これ、これ。はい、やい。やべえ、上がってきた。はい。どっち、どっち。どっち。そう、ヒールじゃないお前は。やべ、両目。マジか。そう。すっげえ。はいや。こんなぶち抜いて1位な。すげえ。レコード。強すぎるやろ。
マックイーンに勝ったんだよ。なんでそんな言うんだ。ライスが2冠とか3冠とかさ、連覇してもいいじゃん。なんでライスがなったらダメなん。なんで誰も褒めない。ほら、一緒に走った相手がもう認めてんじゃん。これでいいじゃん。だってライスだって一生懸命やったじゃん。ライスだって誰も認めない。ここのゴルシがかっこよすぎるんよ。持ってけ。かっこよすぎる。KO か。
次は宝塚記念なのかな。俺の記憶が正しければ一週目この話で泣いてない。確か。あれやっぱきついよね。あのライスがさ、こうブーイングを言われながらこんなやってさ、頭下げてもう出るってなった時にさ、マックイーンがこんなやって、でその後さ、また一緒に走ってた馬娘たちもこんな、あれ一番効いたね。えぐ、あんなだったかな。天皇賞はライスシャワーが勝ったと。うん、なんか確か俺絶対この話で泣いてないもんな。覚えたのが、あ、違う、覚えてるのが2つ泣いたっていうのは覚えてる。大ハンはと大ハンまで。わあやば、2週目やばいな、泣いてばっかだな、なんかえぐい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 、すごい、マジか。わあでもね、ライスシャワーが勝ちました。ちゃんと書いておかないと、ライスシャワーが勝ってマックイーンの3連覇が、マックイーン3連覇はダメでしたね。まあでもね、だからってそのライスシャワーが悪いわけじゃないから、ね、だっていや、そのマックイーンの3連覇がかかってるっていうのもわかるけど、それだったらさ、別にライスシャワーがね、これからね、連覇だったりその2冠3冠だったりをね、できるっていう可能性もあるんだから、それだったらライスシャワーを応援してもいいじゃんって思うんだけどね。そのあんまり恵まれないような状況だったのかな、マックイーンが強すぎてみたいなのがあったのかな、その当時の競馬界では。実際の競馬は知らないから言ってるけども、いやでもライスに期待してる人もいたと思うよ、当時ね、競馬ファンは。よくやったよ、ヒールじゃなくてヒーローだっつって、あそこでバンって、めちゃくちゃかっこよかったじゃん。俺はライスのこと好きだもん。ライスシャワーって書いておこう。ライスいい、ライスいい。はい、ということでね、今回の動画が良かったという方は、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、Twitter もやっておりますので、フォローもお待ちしております。概要欄の方にもね、リンクを貼ってあるので、そちらからよろしくお願いします。はい、ということで、ウマ娘プリティダービーシーズン2第8話、ささやかな祈りでした。ありがとうございました。ならね。